17日から18日夜9時30分まるごと水族館ウォッチ。全国各地の水族館の生き物を紹介、お家からバーチャル水族館を体感できる番組です。日本各地の水族館から人気の生き物たちの可愛らしい姿などをたっぷりお届け。鳴き声が小鳥のように聞こえるため、海のカナリアといわれるシロイルカやイソギンチャクを住処に生活しているカクレクマノミ、5万尾のイワシが様々な形に群れを変化させる姿は圧巻。ミズクラゲのふわふわ漂う姿に癒されます。17日から18日夜9時30分まるごと水族館ウォッチ。